宮入啓之助から1946年4月6日は、日本の寄生虫学者、衛生学者、九州帝国大学教授。宮入が石名の国更科郡西寺尾村に、松代藩士唯筆の宮入隆町の三男として生まれる。1890年、東京帝国大学医科大学を卒業。1895年第一高等学校教授。1900年、内務技師として日本薬局法調査会の幹事を務め、1902年、ドイツのフリードリヒ・レフラー教授のもとへ留学する。帰国後1904年に、京都帝国大学福岡医科大学衛生学の初代教授に就任し、翌年医学博士の学位を得る。1912年九州帝国大学医学部衛生学第一講座担任に就任。1913年、鈴木実と共に日本重血球中の中間宿主である巻貝を発見。この会は宮入の功績を記念して宮入貝という。それまで淡水に住む巻貝が寄生虫の中間宿主であるという報告は世界中でなされていなかった。この世界初の発見がきっかけとなり、日本国外でもビルハルツ重血球虫、マンソン重血球虫の感染経路及び中間宿主の特定が進んだ。イギリスのブラックロック教授はこの業績を評価し、ノーベル賞候補に推薦するが実現しなかった。1923年5月、帝国学士院会員となる。1925年退官、九州帝国大学名誉教授となり、1928年、正蔵医、訓に当局日、重光明を受訓する。なお、小惑星宮入は、彼にちなんで、彼の孫の天文学者、村山貞夫によって命名された。ありがとうございます。